赤壁の戦いの後、我らは蜀の地を手に入れた。天下をうかがう土台を得て、父上たちの志はいよいよ現実味を帯びてきたようだ。次の戦場は魏の要衝漢中の帝軍団。この戦いには張飛殿の娘正妻が参戦するという噂だ。彼女が戦場に出るのか。豪遊超欲得の血を引く正妻だ。戦場に出るのは至極当然かもしれない。拙者も負けていられない。磨いてきた武示さなければ。これより我が軍は漢中の帝軍山へと軍を進めます。彼の地を抑えることができれば、後の魏との攻防が有利になるはずです。この戦、まずは天刀山の奪取を目指します。天刀山占領後、一気に敵陣になだれ込みます。先方の甲冑殿に続いて行動してください。寛平殿、甲冑殿の部刮目してご覧なさい。戦場に生涯を捧げる武人の在り方が、きっとあなたに道を示しましょう。正妻、久しぶり。少し背が伸びたんじゃない？そうかな、自分じゃわからないけど。そう、大きくなったように見えたんだけど。まずは三方より天刀山を攻め取ります。聖祭、拙者の後ろへ。私にそんな気遣いはない。そうだ、反抗しろ。撃ち取ったり。広がる空、眼下の敵陣、これぞ絶景じゃな。やるぞ。そことぶりに地獄さを置いてきたわ。この勢いで敵陣に突撃じゃ。続け。教えてくれる。誰に来たか。行くぞ。やるのは次はわしの番じゃ。接触だ。
負けねえからな。敵将撃ち取ったり。軽やかに舞い敵陣へと切り込むのです。みんな倒せ。我らの攻めの構えさせません。覚悟しろ。戦を美しく彩りましょう。敵将撃ち取ったり。攻めよ。次乗るなよ。負けない。敵将撃ち取ったり。ここは攻めが大事。カンペ、一緒に来て。この防衛の要衝を突破できると思うな。小僧どもに戦を教えてくれ。やってくれたの。勝つのもあれば負けるの。敵将撃ち取ったり。まさか花光炎が。おのれ劉備。接触だ。ただでは済まんぞ。いや、わしの番じゃ。とうとう現れたか。全軍曹操を撃て。
これを敵陣に奇襲をかける。この借りはいずれ必ず返す。敵将討ち取ったり。艦中から義軍を駆逐した。これで大陸中央への足がかりができたな。艦中の肥沃な土地も食を潤してくれるであろう。我が軍が力を得たことで天下三分の形は完成した。義と呉が手を組み我らに対抗してくる事態もあるぞ。気を引き締めればな。